75,650 km、 E46 の 2000cc の BMW 3シリーズでございますね。あとこのランプついちゃいまして、チェックランプですね。結構前、数年前、5年前ぐらいでしょうかね、オーナー様お降りしたんですけども、いや小野くん何にも壊れなかったよ。ただ最後になんか水漏れだからなんかでね、なんて言われて、あの処分でまあ乗り換えるからってことで役目を果たしたと言っていい感じですかね。ありがたいです、本当に。あの3シリーズ2台乗り継いでもらってるオーナー様から引き取ってまいりました。あの単なるエラーでなく、多分ですね、ホース破れて、あの気づかずそのまま行ってオーバーヒートさせちゃったのかなっていう感じの、車両でございます。念のため今高速道路走っちゃってるもんで、32度なんかでちょっと熱出しながら、もうペットボトルで水足してたりしてたみたいなんで、あーちょっともうあれだろうなーっていう感じなんですけど、それでもこの燃費の90キロ巡航でリッター25キロ近くで走ってるんじゃないですかねって感じの、いい感じでございますね。まあ、ちょっともう一気と死んでるのかなっていうか、もうバタつきの音も、あの信号待ちなんかでですね止まると、もうかなりボディもボコ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 って感じで揺れる感じもあるんで、もうここは直すのでなく乗り換えかなっていうところで扱ってまいりました。すいませんでした。もうちょっとこの距離でしたらまだ行ける問題ないのがほとんどだったんですけどね、そんな感じでございまして、直したら車変えちゃう以上にかかっちゃうよねっていうところまで来ましたので、ただ高速でこうやって走ってるとやっぱり BMW なんだなって思いますね。もう何がいつ、まず密閉感しっかりしてますね。ハンドルの方のこのパワステなのに重い感じもしっかりしてますし、ただなんかまあパワステもハンドルなんか目いっぱいゆっくりの時に切るとギギギギ音出たりもしてましたんで、ちょうどいい時期かなというところでございます。今から業者オークションでお別れをする前の動画でございます。茨城県常磐道桜土浦インターを過ぎたあたりでしょうかね、ちょっと渋滞が8月16日の17時、18時頃ですので、まあ、ちょっと混み始めてるところですかね。まだ帰省ラッシュっぽい雰囲気は少しございますね。ワンボックスがこう多いとそう感じますよね。ワンボックスだらけにこう囲まれてるような感じの、ノア来て、ノア来て、エスティマ来て、オープンアルファードでステップワゴンがいて、そして右から抜いていくのがノアという感じですね。ありがとうございました。